こんにちは、レアルステイト木上です。今年の節分は1897年明治30年以来124年ぶりに2月2日に節分になります。日がずれる理由は地球が太陽を一周する時間が365日ぴったりではないためということです。今年の絵本は南南東ということで、本気のじゃんけんをしてもらって恵方巻きの太巻きを選んでいただきます。実はなんとそのどれかの一つにわさびを一本丸々入れておりますので、ぜひ楽しみにご覧ください。水谷さんのところにわさび一本入れました。